知らなかった。こんなハグ初めて。ブラが私を抱きしめる。ハグするブラ誕生。ハグしよう。ワコールトライワコール。試すだけでもいいんですか？え、サイズ変わってる。へえ、これもかわいい。試すのは新しい自分。試す価値あり。試着採寸だけでも。ワコールへ。小さい頃から下着ブランドといえばワコールというイメージがあって、でそれこそこう上質な大人がつける下着ブランドっていうイメージだったんですね。戦後から研究されて女性を元気にすることが平和につながるという、すごく素晴らしいその企業理念にとても私は感銘を受けて、そのミューズに選んでいただけたっていうことがすごく嬉しくてありがたくて、とても光栄なことだなと思いました。歴史ある技術と愛情のあるこのワコールさんのミューズになったということで、もっともっと若い子たちに、私と同世代や若い子たちにワコールの魅力を伝えていけたらいいなっていうふうに思います。今回ワコールさんのもっともっと若い世代の私や20代の子たちから、ちゃんときちんとした上質なブラジャーっていうものをつけることが大事なんだ、でその上質なブラジャーをつけるっていうことが自分を知るっていうことにもつながるし、自分に自信を持ってこう生き生きと生きていける、そういうことをいろいろ今回ワコールさんとお話しさせていただいてすごく感じたんですね。なんか世界が変わったような感じがしましたね。私高校生からブラジャーのサイズを、バストのサイズをきちんと測ったことがなかったんです。今回店頭に行かせていただいて、 3D スマート&トライっていうものがあって、それは自分だけの空間で精密なサイズが測れるんですね。その最新技術を体験させていただいて、でその結果が自分の思っていた、今までつけていたサイズより2カップ上がってたんですね。それにも驚いて、こんなに私は自分のことを知らずに多分15年ぐらい生きてきたんだっていうのがすごい衝撃で、本当に新しい自分を知ったというか、ちょっと自分に自信を持てたというか。ハグするブラってどういうこと？って思ったんですけど、実際につけてみたら本当にハグされてるっていうか、こう包まれてる、痛くないんですよ。優しくって、こう適度なそのホールド感で包み込まれてる感じがして、すごく心地が良かったです。やっぱりハグって自分でするものじゃないイメージじゃないですか。ハグって誰かとするもの、誰かにするもの。だからだけどやっぱりこのコロナ禍だったり、こう人との距離っていうものがこうすごく遠くなっていって、触れ合えない感じってあると思うんですけど、自分で自分自身をハグすることだってできるっていうことに、このハグするブラと出会ってハッとさせられた。
だからこのきっとこのハグするブラをつけてると、あ、自分自身を大事にしている、自分自身をハグしてあげてるっていう、うん、なんかそういう気分になれます。そうですね、やっぱりあの体が出るのでピラティスすごくたくさん行きましたね。でも全然辛くなくって、すごくこうピラティスをすることで、ピラティスもあの本当に自分との対話なんですよね。だからこの撮影に向けて、なんかすごくこう自分の体とも対話してきましたし、今回の撮影に向けて頑張ったことが、すごく自分自身をなんか生き生きと健康体にさせてもらえたなと思って、すごい感謝してます。なんか自分をハグする、ギュッてする、自分を愛すっていうことのなんかこう気持ちは大事にしました、ね、今日の撮影もそうですけど、今日の撮影で今日までの準備だったり、やっぱりその日々の仕事、自分がやるべきことを全力で一生懸命やれた日は、よく頑張ったってハグしたくなる瞬間ですかね。この度新しくワコールのミューズを務めることになりました、松本まりかです。ハグするブラは本当に包み込まれているような安心感を与えてくれるようなブラジャーなので、毎日仕事や勉強頑張ってる全ての人にぜひつけてほしいなと思っています。私と一緒に素敵なブラジャーで素敵な毎日を送りましょう。よろしくお願いします。今回のテレビCMの撮影以上で終了になります。ありがとうございました。